そう、弾けんとね、いいん、あの普通の動画より弾けて消される動画の方がええからね。吉本ボードゲーム部ダイス、パーフェクトダブルシェーター和田です。ジャカ、ヤマシーです。サラリーユーです。部長の雷鳴、沖です。は、始まりました吉本ボードゲーム部、はい、この番組はですね、吉本のボードゲーム好き芸人が集まってボードゲームを遊んでいこうという番組でございます。イエーイ、はい、始まりました。なんと今日もですね、はい、ゲスト来ていただいております。前回に引き続きこの方です、はい、どうぞ。おお、はい、角刈り書店藤川さんです。あら、角刈り書店の藤川です。どうもよろしくお願いします。すいません、何度もお邪魔してしまい、いやいやいや、もう準レギュラーですから、もう準レギュラーだったんですか。何度でも来てください。ありがたいです。こっちとしては嬉しい限りですけど、ありがたいですね、本当にね。はい、というわけで今回もですね、藤川さんからゲームを紹介していただけるということで、はい、はい、今回どんなゲームなのでしょうか、お願いします。はい、今回は、不謹慎キングという、新作です。新作、不謹慎キング、すごい名前ですね。こちらのゲームですね、まだ販売されてないそうです、11月14日15日のゲームマーケットで発売される。まだ発売されてないのに僕らができるんですよ。マジっすか。これは嬉しいですね。じゃあ、はい、じゃあまあ僕が日常であった不謹慎なことをね、はい、言いながらスタートしたいと思います。お願いします。はい、お願いします。それでは参りましょう。不謹慎キング、はい、葬式の日にデドバイやるスタートフキンシンキングのちょっとルールを教えてもらっていいですか、藤川さん。お願いします。はい、フキンシンキングというゲームは、不謹慎な人が勝つ大喜利系ゲームです。お題というか相談が、親の人から出されるのですが、はいはいはい、それに対して我々は不謹慎な回答をして最も不謹慎な人を一人選んで、その人が不謹慎キングになるっていうゲームですね。まあ不謹慎っていうと、まあ本来慎むべきなのにふざけて回答、ふざけた態度であることを、まあ不謹慎というんですけれども、まあ、我々こう日常的に慎んで生きてるじゃないですか、まあ、はい、そうですかね、はい、まあ、なかなか不謹慎になる場面がない、まあ、慎むべきだから、そんなみんなの欲望を叶えるために不謹慎になってもいいんだよ、不謹慎に遊んでいいんだよっていうのがこのゲームです。なるほど、はい、なんか溜まってますか。いやいや、藤川さん、じゃないとね、出ないですね、このゲームは。そんなゲーム、人間の四大欲求、睡眠、性欲、食欲、不謹慎ってあるじゃないですか。はい、いや、三大欲求聞いたことない。藤川さんが作りはったんですよね。そうですね。そうです。すごい、まあ、こういう方です、ゲストの藤川さん。それでは。ちょっと待って、これ大丈夫ですか。お蔵入りとかなるじゃないですか、下手したら。だからそこはもう芸人の力で、うん、あの放送すれすれを狙っていただくと。なるほど。はい、なるほどね。お願いします。そうですよ。で、今回はズーム特別ルール、はい、あの毎回にあの MVP を決めますので。なるほど。はい。ほんまはね、3回 MVP になった人が不謹慎キングなんですけどね。うん、それは、はい、判定は。そうですね。判定もですね、今回はあの天の声さんが、あの普通親の方が。なるほどなるほど。天の声さんが平等に判定してくれますんで、はい、お願いします、はい、これちょっと気合い入れんとあかんな。そうですよ、これほんまに面白おかしくも大事やからね、やっぱ芸人としてプラス不謹慎が勝ちますから、はい、それではあの、はい、相談形式になっておりますので、じゃあ相談を読みたいと思います。父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうか。父の日のプレゼント何を買うべきでしょうかです。考えください、はい、これに対して不謹慎な回答、父の日のプレゼント何買いますかって言ってるの、これ多分娘とかやで。そうですね、絶対ね。あ、そんな子にそんな不謹慎なこと言ったらあかんで、やましい。まだ何も言ってへんわ。みんな今からそれを言わせようとするわけですよ。普通父の日のプレゼントとか言ったらね、ネクタイとかお酒だとか、うんうん、相談っていうのがいいですね。これなんかその相談されてるっていうのが、そうですね。だから相談されてんのにそれを不謹慎で返すという、うん、なんていう考えの持ち方、ほんまにどういうこと。皆さん整ったようですので回答を見ていきましょう、はい、ではまずね、はい、藤川さんから見ていきましょう、うんうん、では読みます。父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうか。はい、やっぱり値段とか関係ないと思うし、むしろこうちょっと実用性がないものの方が大事にしやすいと思うんですよね、うん、なのでダイソーのテカテカの財布。安ですよ。あるけどいらんな。なんかそれしかもプレゼントする側の、まあ、娘か誰かわからん、もういじってる感じするわ。確かにやろうみたいな。あ、まあ、勝手貧乏でね、勝手貧乏っていう、そうそうそう。やとしたら不謹慎、そう不謹慎。不謹慎や。
じゃあそんなユウ行ってみましょうか。はい、はいはい、じゃあユウ行きますね。父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうか。はい、これ友達とご飯行った時の領収書。なんか経費で落とす気やな。ダメですよ、癒着は。ダメですよ、国にやられますよそれ。山氏、父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうか。もう消臭剤あげたら臭いやろ。いやいや腹立つな。あ、まあね、あ、全部腹立ちますねこれ。ちゃんと何をあげるべきでしょうかって言ってるだけなのに、臭いやろとか言わんない。ひどいな。ちょっとね、そういう確かに不謹慎な発言みたいなね。なるほど、いいですよ。沖さん行きましょう。はい、父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうか。これあのドラクエ5のですね、主人公からの相談なので、はい、ここからね、パパスにあげるプレゼントですね。はい、あ、ね、あそうなんや、はい、ドラクエ5の人やったよ。はい、掛け捨ての生命保険。2週目じゃないですか。それをプレゼントしてたんや。絶対死ぬからな。はい、お金入ってきますから、これで。自分も偉い目合うんですから。主人公もね。嫌やな、これプレゼントやったら。一応僕も考えたんで、じゃあ、はい。父の日のプレゼントに何を買うべきでしょうか。巨人、安倍から盗んだバット。思ったけど、オークションサイトかなんかにね。これやっぱあげた。野球好きですからね。やばい、やばいやついましたもんね。お父さん野球好きですから。はい、全然。売ってたもんですから不謹慎じゃないですから大丈夫です。いやいやいや、犯罪を犯してんねんその日なら。あ、この答えの中から最も不謹慎だった不謹慎キングの答えを天の声さんに選んでいただきましょう。ではお願いします。オキ、はい、さんに決定しました。ありがとうございます。はい、ということで掛け捨ての生命保険が、不謹慎でした。しゃ父の日にそれ父がもらったらこれいいっすね。これちょっとギリギリつくのがなかなか、まあ、難しいところではありますが、これだから電波乗ってなかったらギリギリ掴んでいいからね皆さんは。それでは次の相談が来ておりますんで、またね皆さんちゃんと答えてくださいね、相談には。はい、はい、もちろんですよそら。ペンネーム恋するうさぎちゃん。アバップステーションじゃないですかこれ。お便り届いておりますので、はい、勉強もスポーツもできる人気者のクラスメートと一緒の高校を目指していたのですが、私だけ合格してしまいました。落ち込んでいるクラスメートにどんな声をかけたらいいでしょうか、という深刻なお悩みが来てるので、みんなで解決しましょう。いや、勉強もスポーツもできることを一緒の学校行きたかった。でも自分だけ合格してしまった落ち込んでいるクラスメートになんて声をかけた。この真剣なお悩み来ております。ゆうから答えていただきます。はい、はい、では行きましょうかね。落ち込んでいるクラスメートにどんな声をかけたらいいでしょうか。やっぱどん底に落とさないと這い上がってこないんで、目の前でね、しゃワンキル。いやだムカつくなそれ。ムカつく答えじゃない。ムカつくな。慎まなきゃいけないところを慎めてないみたいな、ね、みたいな不謹慎ですね。藤川さんお願いいたします。落ちて落ち込んでいるクラスメートにどんな声をかけたらいいでしょうか。あの、自分はちょっと昔の記憶を思い出して、そういう時やっぱどう声をかけたらいいのか難しいよなって思って、うん、やっぱりその人の気持ちになって、どんな気持ち聞いてみて。腹立つな。腹立つな。こんな気持ち？腹立つくわ。立つな。体験。絶対嫌われ。絶対友達おらん。嫌やわ。めっちゃ嫌ってるやん、そいつのこと。歯止めが効かなくなってて、ちょっと自制しなきゃなって思って。ほんまですか？全然いいですよ。自制しないと。ね、本来危ない、危ない。いつで処理しますんでね。はじけたらいいんですよ。弾けんとね、あの普通の動画より弾けて消される動画の方がええからね。そのええからね言うた時に目ギンってするのやめてもらっていいですか。怖い怖い怖い。じゃあ山氏行きましょう。はい、わかりました。じゃあ行きますね。はい、落ち込んでるクラスメートにどんな声をかけたらいいですか。まあ落ち込んでる時ってやっぱりね、違うことで気を紛らわした方がいいですよね。なんか例えばご飯に誘うとか、しゃぶしゃぶに誘う。おい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 やって、おい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 、なんでカラカラやねん。おい、いやいや、何かしゃぶしゃぶに誘えばいいじゃないですか。しゃぶしゃぶにね、落ち込んでる時はやっぱしゃぶしゃぶにね誘いましょう。おおお、ね、はい、なるほど、美味しいね、美味しいからね、ポン酢とかね。いや、ちょっと僕が一回じゃあちゃんと答えますから、はい、お願いしますよ。もうダメです皆さん、お慰めんのよ。落ち込んでいるクラスメートにどんな声をかけたらいいでしょうか。まあまあ今回ね、たまたまっていうか、あの猿も木から落ちるやんか、だからほら
ね、アイドルも酒飲んだらやらかすしってことや、まあ、励まされてる感は若干ある。そうそう、励ましてんねんからアイドルでも酒飲んだらやらかす。そんな人でも、そんな人でもっていう、そうそう、猿も木から落ちる、もしことわざ知らんかったら分かりやすく、アイドル酒飲んだらやらかす、あなただけじゃないよって。そうですね、こんな人もいたんだからギリギリでしょ。そう、ギリギリでしょ、ギリギリからアウトに近づいてた。じゃあ沖さんまだありますから。あ、そうそう、沖さんの第2回答。沖さん行きましょう。落ち込んだクラスメートどうやって励ましたらいいでしょう。まるまるちゃんがどうとか別にその今の状況とかじゃないんだけど、うん、とりあえずアリとキリギリス読もっかあ、なるほどね。うわー、ムカつくそれ。いや、やわ。あ、なるほどな。そうさね、あのアリとキリギリスってそういう話やからね。そうそういう話よ。うわー、ムカつくな。俺だって努力してたのに誰がキリギリスやねんって言いたいわ。さあ、この中で誰が良かったかを天の声さんに決めていただきましょう。あ、出ました、藤川さん。藤川さん、すごい、もう謹慎キングです。キングやもん。ということは、どうやって落ち込んでるクラスメートにはどんな気持ちと言ってあげてください。恋するうさぎちゃん、はい、さあ最後のお便りですよ、はい、最後のお便り来ております。ペンネームドドリアザーボンさんから来ております。ザーボンさんが来たんですか。はい、こいつフリーザさんこれ登壇内容読み上げたいと思います。大好きな有名人に引用ツイートされてしまったのですが、どうお礼を言うのか迷っています。どんなリップ送ったら記憶に残りますか。相談が来ております、うんうんうん、その相談を皆さん解決してあげてください、はい、大好きな、ね、有名人をツイートされたら嬉しいですから。でも心に残らないダメなんですよ、いっぱいファンいるんでね。ちょっと待って、これどうしよう。それでは、皆さん書けたようなので、はい、ちょっと山氏頼みますわ。はい、任せてくださいよ。はい、大好きな有名人に引用リツイート、どんなリポ送ったらいいでしょうか。まあもうね、文字じゃ伝わらないんで、まあやっぱ写真とか送るのがいいんじゃないですか。まあ、あれですね、十字架とニンニクを載せた写真送る。ああいや、いや、いやな、ドラキュラは思てんからな。じゃあユウさん行きましょう。はい、大好きな有名人に引用リツイートされました、どんなリプを送ったらいいでしょうか。ドキッとさせたら記憶残るんでね。そうですね、引用リツイートありがとうございますと。で、持論ですが、私はキスとかデートとかより引用リツイートからが不倫だと思います。早っ、天引きやばいな。お疲れ様でしたと。早っ、これ不倫なんの。おめちゃんとなんかドキッとしますね。ドキッとしますね。じゃあ藤川さん、もうレジェンド藤川レジェンドまで謹慎レジェンド藤川行きましょう。大好きな有名人に引用リツイートされました、どんなリポ送ったらいいでしょうか。はい、これ内村照吉さんから引用リツイートされたんですけれども、内村照吉さんにどう返信すると記憶に残るかなって思ったら、やっぱりファンであるということを伝えるのは大事。毎週笑う犬の冒険見てます。いや、もう終わってんねん。はい、辛い。やってないねん。辛いですわ。言ってきゅう言うや、言ってきゅう。失礼すぎるやろ。笑う犬の情熱でもないやん、もう冒険。いやいいっすね。すい、人を、はい、決めるっていいね、うっちゃん。そうですね、ですね。それでは天の声さんにね、最も不謹慎だった回答を決めてもらいましょう。天の声さん、お願いします。あ、ということで、ユーに決定です。いや、さすが。いや、これ良かったね、引用。ありがとうございます。持論ですが、私は引用リツイートから不倫だと思いますとお答えください。いや、わざわざ言わんでええし、それ。皆さん、お気をつけください。和田沖は NG と言ってましたよ。ダメですよ。知らない人と遊ぶのは推奨してないので、知人とか友達と遊ぶようにしてください、はい、そうですよね。注意点、注意点、注意点。第一印象でこのゲームやったらもう最悪ですよ、みんな。いいやって、いいやって。もうそしてこの動画を見てる皆さんもくれぐれも、我々は不謹慎なことを言おうとしてやっておりました。そうそうそう、そう、決して悪い人ではある。そうですだ、普段そんなこと考えてもいない、すごい慎んで生きてる人たちですね。ちゃんと不謹慎ってことをわきまえて考えて出してるだけなんで。逆に怪しくなりますよ。で、最後、藤川さん、はい、これね、もう一度発売日をお願いしたいんですが、はい、11月14日のゲームマーケットで発売予定です。その後は、イエローサンマリンさんや、その他全国のボードゲームショップ、もしくはアマゾンなどの、通販サイトで販売する予定です。うわ、楽しみですね。楽しみや。これ僕らにね、
かかってますから、これ発売前にやるよ。ありがとうございます。皆さんの目にはどう映ったかってことですよね。はい、ね、でも僕らも楽しくさせていただきましたので、はい、ありがとうございます。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 藤川さんね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでこの番組はですね、毎週月曜12時に更新されております、はい、今回はですね、不謹慎だと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント欄への感想よろしくお願いします。面白かった人ももちろん高評価押していただければと思います。というわけで本日の吉本ボードゲーム以上でございます、はい、次回をお楽しみに、はい、バイバイ。